バーバー接触性はわずかに膨らんだが、分子から2号艇の森下が上がってくる。1号艇と2号艇と並んで突破のスペースはわずかに前を絞って1号艇の切るよ。一転して2号艇わずかに横を下がって、ホームに6号艇なおスタートは成功でした。入ったマークを前を押さえて1号艇の切る。右の中心がトップ旋回、ところ5号艇後ろ2番4番3番6番後ろ3艇から後席上がって前に来て第3レース、1番2番3番4番5番6番の枠なりの3対3で進行。1秒、今スタートしていきました。好スタート、1コース1号艇、3コースから3号艇、4コースに4号艇、134がいいスタート。逃げる1号艇の菊池、握っていた2号艇の浜田屋、外に行った3号艇で、あとは5番6番4番先頭にはいい速攻、1号艇の菊池号艇人気の中心、2番手3号艇の上田龍介人気の両者、そして6号艇の貝原上がってきて、あとは5号艇後ろは4号艇に1回走り、そして白井が5コースで、山口が6コースです。インから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。交差踏み込んできたセンター3コースから3号艇のスリットから軽快伸びていく、一気に後ろで叩き切りました。上げていった3号艇の戸田月力、残していった1号艇は草と握っていったのは2号艇の上、打ち落ちていたのは5号艇、1台6号艇山口、そして4号艇の大山となりました。上げていった3号艇戸田月力が先頭、ポスポジション123ダッシュ456です。2コースポスターと2号艇の高田ひかる、早速インの1号艇を叩いていきました。2号艇高田が先まくりの形、2段で握っていく3号艇五反田ですが、これは届きませんでした。2コースまくり、2号艇高田トップ、スタートは前提正常でした。2番手争いですが、外3号艇五反田、内から接近6号艇の長島、6号艇3号艇並びまして、その直後5号艇1号艇、ラストは4号艇となっています。レースは1周thank you.